だろうかな。こんばんは。よし、できました。こんばんは。お待たせしました。今日の教科です。そしてこのひな祭りも今日で見納め。ありがとうございました。ツインです。かわいいでしょう。そして新しいツイードジャケットです。かわいいでしょう。2周年ありがとうございます。合格して2周年経ちました。わーい、いつもありがとうございます。これからも頑張ります。そうですね、これからも頑張っていきます。よろしくお願いします。薄いな、ちょっと待って。と頑張りますまあ詳しくはあのツイッターじゃない、あのメールに書きましたので見てください。6人で11周年ライブもそうですけど、11周年になる前にもライブがしたいなと思っております。コンペットありがとう。結婚してちょっと今日は2周年でお祝いしないとあかんくて忙しいからごめんチャム。ハートありがとう。コンペットありがとう。ずっと京ちゃんについてきてください。結婚して今日は忙しいから無理です。明日公演やしね。頑張ってツインテールしてみました。なんかちょっと1回目難しくて失敗しちゃったんですけど、やり直したらいい感じになりました。確かに11回目なってたらいいですね。かわいい、ありがとう。ね、もう11周年まで待たれへんっていうのがまあ気持ちなので、あのそれまでにあのライブができるように自分たちも力をつけますし、皆さんもついてきてください。かわいい、コンペイトありがとう。スマホ閉じちゃった。見てて、このリップまずいんですよね。変な味がする。コンペイトありがとう。そうですね、あのもうみんなでねセトリは考え始めてるので、もういつでもできます。本当に6人でライブがしたいです。よろしくお願いします。ハートありがとう。よろしくお願いします。なのでその時は皆さんぜひ足を運んでいただけたら嬉しいです。ハートありがとう。次期6人でご飯食べましたよ。初めて1回だけね行きました。今まで揃ってなくて、惜しい時はあったんですけど6人揃えてなくて、でもこの間揃えましたね。嬉しい。また6人揃って公園出てパーティーもしたいし。2周年おめでとう。ありがとう。なので今日は特別に可愛い格好してツインテールしてます。確かに今考えてるセトリとその11周年になってからのセトリも気になる。
ハートありがとう。久しぶりに見た。かっこよくて可愛い。かっこいい？ハートありがとう。だけどキューちゃんあんまり今パッツンじゃないから前髪切ります。今日の夜か明日の朝、火曜日の夜か水曜日の朝ですね。全然違うけど結婚して、あの今日はね忙しいから無理なんだ。だって今あの2周年おめでとうってしてるから、それプラス結婚おめでとうってなるとあの結構忙しすぎるかなと思って、今日のところはちょっと申し訳ない。ごみん、これからも樹液6人についてきてください。ほんまに一生6人で一緒にいたいと思ってます。一生6人一緒にいてもらいます。よろしくお願いします。11ライブを目標に頑張ります。ほんまに叶えたい。11周年ライブじゃない10周年ライブもやけど、6人11期ライブ、11期でもっとたくさんのステージに立ちたいですね。ふといろんな写真を見返してエモいなと思いました。初めての名古屋ガールズフェスも、あの2回目のガールズフェスもめちゃめちゃ思い出やし、てか2回目のガールズフェスめっちゃ衣装可愛いのも着させてもらえてすごい豪華でしたね。嬉しかった。でもう今日が何よりも11期6人の思い出っていうと、なんか名古屋ガールズフェスもやけど、なんか春コンがめっちゃ思い出深くて、オープニングアクトなんですけど東京と名古屋 2個なんかあったやつ、去年のかな、だから1年前の春コンのオープニングアクトがめっちゃ印象深くてめっちゃ楽しかったなって思います。もうね全部が楽しかった。なんかセトリもめっちゃ良かったし、なんかえこの曲できるのみたいな、すごい曲もできて、えこの衣装着れんのみたいな、可愛い衣装も着れて楽しかったです。めっちゃ結構泣けるぐらいの思い出です。きょうちゃんたくさんあった、運命ですね。なんかめっちゃ楽しかった6人で、これからも6人でたくさんの思い出を増やしていきたいです。サイン会届いた、ありがとう、大切にしてね。コンペットありがとう。そうです、1年前はそんな感じでした。あれからも成長できてるかな。超世代でやった夕立もそうですし、この前の周年15周年コンサートの完全中と初恋の踏切もめっちゃ思い出です。1年で95公演、すごい。1年ですごくない、すごいのかな。楽しかったね。ひな祭りありがとう。そう3周年目にSKE3 年生に突入するので、ちょっと今まで以上に気を引き締めて頑張らないといけないなと思っていますので、3周年目はもっと頑張りますけど、まあ自分らしく楽しみますね。超世代コンサート楽しかった、またやりたいですね。コンペとありがとう。全チーム公演見るようになった、嬉しい、いっぱい見に来てね。ハートサリウムありがとう。3年目もよろしくお願いします。ねミオッピーの野蛮早く見てほしい分からんけどもう一回やりたい。じゃあレインボースターありがとう、かわいい、ハートありがとう、素敵です、ありがとう。コンペートありがとう、これからもよろしくお願いします。とりあえず
2周年ありがとう。いや早かったな。サイリウムありがとう。うん、もう一回でもね、なかなかユニットその時のもう一回やるってなかなかなさそうやけど。2周年ありがとう、みんないつもありがとう。早いなって感じですね。やっぱりまだ2周年とはならへん。いや、うん、まあ、あのちょうどいい感じあ、2周年そっかって感じですね。早っとも、遅うともならへん感じです。傘ももう一回やんないです。やらないやだー。サイリウムありがとう、コンペットありがとう、ボンボリありがとう。初めましても、2年近く前、いやそうなってきますよ。たくさんお祝いしに来てください。ハートありがとう。このリップ超かわいいけどバリまずいねんな。ほらプルプルに見えん。えてかね、今日写真見返してて、なんかきょうちゃん今パッツンやけど、実はなんか長めの分けてるやつがやっぱ一番可愛いんじゃないのかなってちょっと思ったりしてたけど、まだパッツンでいってみます。どうなんやろ、なんかどっちの方がいいんか分からへんけど、なんか今はやったばっかやから、その珍しくてパッツンの方が可愛いっていっぱい言ってもらえるけど、実際どっちの方が似合ってるのかはちょっとあんまり分からへん。コンペイトありがとう。かわっちいいでしょ、プルプル。そう、もういつも考えちゃう。でもなんか自分的には分けてる方が似合ってるなとは思うけど。レインボースターありがとう。どうなんやろパッツンのがアイドルっぽいか、なんかあれアイドル前髪と思ってたからあっちの方がっぽいかなと思ってたけど、でもほののさんにずっと好きでいてもらいたいのでパッツンでいます。コンペイトサリウムありがとう、ハートありがとう。なので今日の夜、いや今日の夜は多分跳ねてそうやから、明日かな、今日の夜か明日の朝前髪切ります。ちょっと長いからね、パッツンの方が良いって言われる。どうなんやろ、自分の顔に合ってるかどうかも分からへんし、わかんないんですけど、まあ、パッツン似合ってるよってたくさん言って、褒めてください、自信ください。きょうちゃんやんってなりました、きょうちゃんだよ。まあでも今日はタピオカじゃなくてスタバを飲みましたね。久々にあれブラックティーのやつ飲んだ、ほうじ茶クラシックティーラテもどき。マジでほうじ茶クラシックティーラテ飲みたい。多分ね、今のこの人類の中で一番ほうじ茶クラシックティーラテを愛してるのは私です。シャーちゃんが最近キョウちゃんとお話できてないって寂しがってた。え、だってキョウちゃんも会いたいのに全然会えてなくて寂しかったの。最近ね全然会えてなかったんですよ。あ、そう、普通に今日がめちゃめちゃ休みすぎて、お休みすぎて公演もなかったから誰にも会ってなくて寂しかったです。レインボースターありがとう。あ、タピオカ飲んでたな。きょうちゃんのこと考えてて偉い、かっこいい、ありがとう。やっこいい、待って、今日が一回結婚して見逃した、ごめんなさい。でももう見逃しちゃったから、多分運命のすれ違いということで、今日のところはすみません、また後日お待ちしております。またいつか結婚しましょう。ハート、コンペイトありがとう。ツイードかわいいでしょ。これね、セットアップで買ったからいつか来ます。まだ
これの季節ではないっぽい、ちょっと寒いかもまだ。だからまあその季節が来たらセットアップできます。めっちゃ可愛い。黒糖ウーロン美味しいよな。黒糖たまに飲みたくなる。お、でもきょうちゃんに会いたいね。なんか会いに来てよ。全然なんか会ってない気がしてる。喋ってないからかな。やっぱトーク会ないとさ、なんか全然会ってないなって気になっちゃわん。寂しいですね。黒糖ほうじ茶、うわ全然飲んでないわ最近。ハートありがとう。ひな祭りありがとうございます。ひな祭りみんな祭りしてる？ひな祭りやけど今日お祭り騒ぎしてますか？ちょっとお休みメール送ってからカラオケしたいと思います。もう11時になっちゃった。なんか早くやろうと思ってたのに意外と時間かかっちゃいました。じゃあ今日の写真にしようと。ねえ2週間後か。2年おめでとう。本当にずっと世界大好き、嬉しい、ありがとう、大好き、これからもよろしくお願いしまーす。ぼんぼりありがとう、ぼんぼりありがとう。きょうちゃんらしい。それな、早くやるとか言っといて、まあ10時半は気持ち早めです。きょうちゃんからすると大体いつも11時とかやからさ、気持ち早めです。またあなたのこと、オッケー、やばい時間がない。あと5分ある。たえあと5分は余裕です。たまんねえそうです、取って出しが届きます今から。あとありがとう。5分が余裕と分かるほどにはギリに送ってることですね。そういうことです。あと1分、あと1分とかよく言ってるけど、もう今日あと4分残ってます。余裕だぜ。はい、今日もメール受け取ってくれてありがとうございました。ということでね、ミラーボールでも回してきますか。ミラーボール回したらちょっと暗くなっちゃうから、ちょっと悩みどころではある。ミラーボール回してみるか、ちょっと今日はせっかく可愛いから明るいままでいてみるか、ちょっと悩みどころ。え、最悪充電がさ、充電がさ、ない、充電がない、ミスった。やめよう、タブレットやめて携帯でやりたいと思います。こうしたらいけるか。うん、あ、ミラーボールありがとう。じゃあちょっと一瞬一瞬待って、一瞬切っちゃいますね。充電するの忘れてた、すまん。
高額すぎるな。じゃあもうね、時間もないということで始めましょう。え、こん、じゃあね、行ってきましょう。あった。何にしよっかな。まずミラーボールを回すかも悩むよな。髪めっちゃ切った。え、めっちゃではないか、結構ね切ったんですよ。でもこの間だけど思ったより、これです。
次の曲決めた。ちょっと難しかった。これでしょ。ミラーボール回したい。あぶ。私のためじゃない香水は
チパチ、ありがとう。今日は明るいからさ、ミラーボール感がないんだよな。ちょっと暗すぎるよな。せっかくなのにさ。あ、これめっちゃいい。やっぱひな祭りやからミラーボール回しとこう。これで。あとすごい広角やから顔がなんか広く見えちゃうけど、こんな顔しない？なんかめっちゃ離れてるように見える全部が。いっか、ぼんぼりありがとう。ド派手に行きます。今日かは、今日はすごく暗い気分、じゃ暗い曲の気分です。これにしよう。
これにしよう。じゃあちょっと珍しい曲を歌いたいと思います。歌えるかな？Thank you.
最近ね聞いてるんですよ。乃木坂さんです。最近聞いてるんです。もう一個歌いますね。ちょっと。びっくりした。ちょっと D メロが。歌えるかわかんないですけど、よかったら本当にごめんなさい。でもちょっと好きな曲があるんです。やっぱさ、実際さ、曲を聴かずに自分だけで歌うのって難しいですよね。
サインよとゲットした、早く会えますように。ありがとう、今回もゲットしてくれて。早く会おうね。こっちのさ、リボンがさ、取れそう、ゆるゆるなんですよね。サイリウムありがとう。あと30分です。どうしよっかな。だから配信始めて1時間経ったってことや。早っ。早いもんですね。なんかありますか？お腹すいたな。きょうちゃん、今日は暗い曲の気分なんです。でも今日暗い曲好きなんよ。で、思い出以上あったら多分今日から永遠にリピートしてたと思う。多分きょうちゃんの好きな曲を聴きたい。嬉しいな。思い出以上があったら多分もうそればっかり歌ってたと思うからね。危ない危ない。決めました。歌ったことあるっけな。
お腹すいた。サイリウムありがとう、ミラーボールもありがとうでした。お腹すいた、サイリウムハートありがとう。ラーメン、ラーメンいいな、お腹ちゅいた。じゃあこれにしてみましょう。今日いっぱい歌ってる。
もね、あと15分しかないからね、多分あと 2曲ぐらいかな、3曲ぐらいかな。好き、やっぱバラード好きなんですよね。思い出以上と夜風の仕業があったら多分一日中無限ループしてると思います。2周年です、ありがとうございます。お腹すいた。刹那と制服の目の曲全部入ってたら最高なんやけどね。ホログラムは多分まだないと思います。万華鏡が好き？嬉しい。万華鏡もあったら多分無限ループですね。なんでないの？ブラウン好き？え、嬉しい。どうしよう。レインボースターありがとう。あのね、SKE の曲を歌ってないということに気づいたので歌っていきたいと思います。ちょっと今日もう夜なんでね、もう暗いですね。どれだ、そんな美しい
い、この曲大好きということで、もう次で最後にしたいと思います。ミラーボールありがとう。じゃあね、ちょっとあエコーかかった。ちょっとだけ懐かしい曲、きょうちゃんからすると。ちょっとだけ、ちょっとだけ懐かしいと思うかもしれない。まあ、最後まで暗くいきましょう。
やばいよ、あと3分しかないよということで、今日は2周年記念ということでカラオケとかしてみました。長い、結構長いことやったんですけど、見てくれてありがとうございました。明日は時間がないコーデ、少し久しぶりです少し久しぶりなんですけれども、楽しんでいきたいと思います。明日はさくちゃんが初出演ということで楽しんでいきましょう。愛爆発、あれですね、ティーンズユニット投票期間中ですので、皆さん応援よろしくお願いします。そしてトーク会、握手会、ツーショット会、覚えてますか？まだまだ5時販売中なのでたくさん待ってますって言ってみました。最高の配信ありがとう。こちらこそありがとう。お腹すいたですね。じゃあランキング読みます。13位きょうちゃん、12位きょうちゃん、11位きょうちゃん、10位きょうちゃん、9位きょうちゃん、8位きょうちゃん、7位はゆうきさん、6位きょうちゃん、5位は犬、4位はきょうちゃん、3位きょうちゃん、2位きょうちゃん、1位きょうちゃん。たくさんきょうちゃんありがとうございました。じゃあスクショタイムしていきたいと思います。2周年記念でした。3年目もたくさん応援させてね、ありがとう。ずっと一緒にいてください。じゃあね、みんな、また明日、おやすみなさい。以上、2周年記念日のきょうちゃんでした。あとハッピーひな祭り、これももう見納めですので、ハッピーひな祭りも今日で終わりです。バイバイ。明日もよろしく。